こんにちは、フリーステッチの大日向です。今日はフリーステッチのイベントを盛り上げていただける団体の方にお話を伺いたいと思います。ボーダーコリーレスキューネットワークの三重川さんです。どうぞ。お伺いください。ボーダーコリーレスキューネットワークさんはボーダーコリーの幸せのために活動されているボランティア団体です。今日はそんな活動を行っているボーダーコリーレスキューネットワークに所属する三重川さんに質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。早速ですが、一つ目の質問に入らせていただきます、はい、ボーダーコリーレスキューネットワークさんは2007年に発足されたということですが、ボーダーコリーに犬種を絞って活動しようと思ったきっかけは何でしょうか？最初のきっかけは、中部地方でボーダーコリーが収容されたっていうので、はい、まあ、その頃ってほぼほぼ殺処分とかになるケースが多かったので、はい、まあ、そういうのがちょっと最初、まあ、信じられないっていう感じで、はい、っていうことだったので、まあ、いろんな皆さん好きでワンちゃんを飼ったりはしてるんですけども、まあ、そういう対象になるような犬が出てくるような状況があるっていうのを知って、で、まあ、救いたいなという、で、有志が最初集まって発足したような感じですね、はい、はい、ありがとうございます。続いてなんですが、発足してから16年ほど活動が行われてきて、はい、活動を開始した当時から現在まで保護されるワンちゃんたちに何か変化を感じることはありましたでしょうか？そうですね、当初は、まあ、若い子とか、まあ、パピーとか、はい、若い子が、まあ、ちらほら多かったんですけども、最近はやっぱりどうしても高齢化っていう現状があって、まあ、いろいろ飼育してて飼えなくなったりとか飼育放棄とか、そういったケースも多々見られるような感じになったので、はい、そうですね、やっぱ高齢化、まあ、飼い主も高齢化になってますけども、で、高齢化になのワンちゃんがあって、まあ、いろいろ手に負えなくなったりとか、まあ、そういういろんなケースが増えてはきてます、ね、はい、ありがとうございます。では3問目なんですけれども、日々活動している中でお困りごとやお悩みごと、アイデアを募集していることなどはありますでしょうか？一応ボーダーコリーレスキューネットワークっていうのはシェルターとか、はい、そういう施設はないので、各個人の預かりさんに預かっていただいて、で、まあ、そこには当然先住のボーダーがいたりとか先住犬がいたりとかするんですけども、まあ、そこへと一緒に生活しながら募集をさせていただくっていう形をとってますので、どうしてもやっぱ預かりさんがいないと対象となるボーダーコリーが収容されたとしても引き出せなかったりとかっていうケースが多いので、はい、どうしてもその預かりさんが不足してるっていうのはあります。あとは、まあ、その預かりさんで里親募集するだけではなく、まあ、こういったイベントとかそういったところでお手伝いしていただいたりとか、まあ、本当に会員になっていただくだけでもそれでも全然構わないんですけども、やっぱりいろいろ資金難の面とかもありますので、まあ、会員数を増やしたいっていうのもありますね。まあ、でも基本的にはその預かりさんがいないとちょっと保護できないので、はい、やっぱり基本的にはその預かりさんを多くしていきたいっていうのが今現状ですかね、はい、はい、ありがとうございます。では続きまして現在いらっしゃるサポーター、未来のサポーターの皆様にお願いしたいことや伝えたいことありますでしょうか？そうですね、まあ、今日もいろいろボーダー街の人がいっぱいいらっしゃるということで、まあ、こういったイベントとかこういったところでいろんな今、まあ、だいぶ知名度等は
まあ、16年やってきて上がってはきてるとは思うんですけども、はい、まだまだやっぱり保護犬に対する意識っていうのがやっぱり一般の方はそんなに高くはないのかなと。ペットショップとかその辺でもね、まだまだ売られてるような状況なんですけども、まあ、保護団体としてはやっぱりそういったところから、まあ、こちらの方にいろんな形で目を向けていただきたいっていう思いと、あとはサポーターになっていただいて、まあ、サポーターはまあその預かりさんだけじゃなくていろんな後方支援ですとかこういうイベントに出たりですとかいろんな活動もやっていますので、まあそうですね、まあ、まずはボーダーコリー、不幸なボーダーコリーをもう本当に一匹でもなくしたいっていう思いでやっていますので、そういった本当に共感いただけるようなサポーターを今はもう随時募集している状態ですね、はいはい、ありがとうございます。では最後の質問になるんですけれども、今回のオフ会イベントのようなワンちゃんのイベントに参加することによってどのようなメリットが期待できると考えていらっしゃいますでしょうか。まあ重複するようですけどやっぱりこういったイベントに参加してボーダーコリーレスキューっていうのを知ってもらう、はい、本当にいい機会だと思います。まあ、いろんなイベントに参加させていただいてますけども、やはりまだまだやっぱり知らない方もたくさんいらっしゃったりとか、まあ、この探検種ブリードレスキューっていうレスキュー団体がいろいろあるっていうこと自体も知らない方がやっぱりいっぱいいらっしゃいますので、まあ、本当はねこういった活動がなければ、まあ、私たちのような保護団体がないような社会になれば一番いいんですけども、まあ、そう思いながら十何年やってはきてて、ほぼほぼ状況そんなには変わってはいないような感じなんですけども、まあ、一般の方にもまあ、ボーダーに限らずワンちゃん猫ちゃん救いたいっていう意識を持っていただければなと思っています、うん、ありがとうございました。以上でインタビューは終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ボーダーコリーレスキューネットワークさんのことをもっと知りたいという方はミートアップのページよりご覧いただけます。興味が湧いたという方はぜひそちらもチェックしてください。それではこれからも一緒にイベントを盛り上げていただければと思います。この度はありがとうございました。ありがとうございました。